皆さん、こんにちは。佐藤大介です。佐藤のラジオ第253回よろしくお願いします。はい。今回は、明治安田生命 J1 リーグ第19節、名古屋グランパス対清水エスパルスの展望について話していきたいと思います。試合は9月26日土曜日、14時トヨタスタジアムでキックオフされます。で、久々の14時キックオフ、 昼間の試合なので、まあ、時間間違えないように、ね、したいですね。対戦相手の清水エスパルスですが、今季リーグ戦19試合を戦って3勝13敗、3分け、勝ち点12というところで、今シーズンここまで少し厳しい戦いをしているかなというところですね。ただ、エスパルス監督も新たに変わった。 でサッカーもね、ガラッと大きく変えて、新しいことに取り組んでるというところで、ま生、あ、みの苦しみというところでしょうか、あのー、まあね、とは言ってもあの、チームとしても、ファンサポーターからしても、やっぱりなんとしてでもね、明日は勝ちが欲しい試合なんだと思います。で、かつエスパルスからすると、グランパスは、まあ、得意というかねあの、決して苦手なチームではない、やりやすいっていう印象もあるとは 思いますなのでねエスパルス側からするとここでグランパスに勝ってあの勢いをね後半戦に向けてつけていきたいっていう気持ちは大いにあるのかなと。 昨シーズンなんかね、グランパス、エスパルスにリーグ戦2連敗、まあ、ダブル食らっているというところですからね、あのしっかりとあの戦っていきたいなというところなんですが、今季、グランパスは、まあ、エスパルスとすでにリーグ戦で一度戦っていて、そこでは勝利しているということなので、明日のホームでの一戦も勝って、昨シーズンの借りをしっかりと返したいなという一戦ですね。で今シーズンのエススパルス 失点がやっぱりちょっと多い4219試合を戦って42ということで失点がやっぱり多いというのが目立ってしまうんですが、まあ、得点は19試合戦って25というところで得点はそれなりに取れているということですねなのでグランパスからするとちょっと守備の安定感が失われつつある中で,でかつ得点力も少し陰り,りがあるというところからするとやっぱりちょっと 得点力のある相手なので嫌かなというところですね。と特に先制点を与えてしまうとやっぱり相手も、ね、勢いに乗ってくると思うので先制点は防ぎたいなというところですね。でエスパルス今シーズンは4バックで主に戦っていたんですがここ2戦は3バックで戦っていて結果が出ているということですね守備も安定してきていて。 で、久々の勝利も3バックのフォーメーションで掴んでいてというところなので、あの、おそらく、あの、今節も、あの、3バックで来るんじゃないのかなと、3バックでの戦いにある程度手応えを感じているんじゃないかなというところで、おそらく明日も3バック、まあ、3、5、2になるんですかね、あの、 そういったフォーメーメションで来るのかなという,ふうに予想がされます。で前線にねカルリーニョス選手ルトラ選手と得点力のある選手が並ぶというところですねで攻撃としてはエスパルスはボールをねしっかりと保持をして中央から崩すっていうまあ中央だけではないですけれどもパスで崩すというところを 主なな狙いいいととしててやってくるのかなという,ふうに思います、まあ、サイドに、ね、スピードがある選手もいるのでもちろんカウンターの時なんかはスピードのある速攻っていうのもあるんですが基本的にはしっかりとつ、ね、ないであの崩すというところを狙ってくるのかなというふうに思います。まあ、なので、ね、グランパスとしては、まあ、守り方もそうですしどこで奪うのか狙いどころっていうのをはっきりして守っていかなければいけないのかなというふうに思います。 で対するグランパスのスタメン予想なんですがちょっとあの難しいですね負傷者が何名かいるようでまず 一番気になるのは前節負傷交代した米本選手の状況なんですが、まあ、幸いにも大きな怪我ではないようですねただまあ出場できるかどうか間違いなく出場できるという状況でもないようで、まあ、ちょっと半然としないのかなというところですねで米本選手以外にも数名、ね、打撲だったり、あのー、多少の怪我というかコンディション万全ではないというような選手が数名。 いるようですねただまあこれらの選手もね全く出場できないレベルの負傷ではないということですねなのでまあ結局蓋を開けてみればあんまり大きな変更はないというのがこれまでの選手起用だと思うので、まあ、それを踏まえてメンバーを予想して 見ましたでゴールキーパー、ランゲラック選手、ディフェンダー右からオジェソク選手、中谷選手、丸山選手、吉田選手、ボランチに稲垣選手、清水選手、2列目は右から前田選手、阿部選手、マテウス選手、センターフォワードに金崎選手というところで予想をしてみました。まあ、清水選手のところは米本選手が入る可能性はあるんですが、まあ無理はさせたくないなというところですね。まあ清水選手 でいいんじゃないのかなというかまあ、米本選手を無理させないという意味でも清水選手が入るのかなと予想をしました。で2列目の組み合わせなんですけれどもやっぱり前節を踏まえても中央には阿部選手かシャビエル選手が入る形の方がいいんじゃないのかなというふうに思います。やっぱり真ん中ボールががける選手が欲しいところ ですし、まあ、もう1つ、やっぱりセンターフォワードの選手をしっかりとフォローできる選手が欲しいかなとどうも少し、あのー、金崎選手だったり、まあ、山崎選手もそうですけれどもセンターフォワードの選手が中央で孤立しがちっていうところを見るのでやっぱりそうなってしまうとどうしても潰されてしまう。あのー なかなか、ね、あの1人であの相手のセンターバック1人2人に対してキープしきるというのは難しいのでなかなかそこのフォローがないという状況が多く見られたと思うのでそこはしっかりとあのフォローできるタイプの選手を入れた方がいいのではないのかなと、まあ、前田選手が中央というかツートップ気味に入ることもあるんですがやっぱり前田選手はそういった タイプではまあ、どちらかというとないですしまあ、何よりもやっぱりサイドで活躍する姿を見たいというか,かサイドでの活躍がねこれまでも顕著でしたからやっぱり本人としても右サイドでのプレーがやりやすそうかなというところをコールするとやっぱり中央にはシャビエル選手かまあ阿部選手を置いて前田選手はサイドで起用をしたいなというところですね。で清水選手あのー 24日でしたかね。あの、第2子が誕生したというところで、あのね、気持ちもスッキリということ。まあ、前節急遽の途中交代ということもあったり、まあ、あのー、こういうね、あのー、家庭の事情もあって、なかなか、あのー、試合に入りきれてなかったように見えました。ただね、無事にお子さんも誕生したということで、あのー、試合にも新たな気持ちでね、臨めると思うので、あのー、明日ね、出場機会があれば、あのー、 新たなでまああのここまでずっとベンチ外ずっとというかあの数試合ベンチ外になっていたナルス選手についても監督の会見で言及があってまあコンディションはもう全く問題がないとまあちょっと代表合宿 ととかもあってってていうところで試合には絡めてなかったようですが、まあ、また、ね、試合に絡んでくるというようなことを言っていましたし、まあ、ここは純粋競争なんだと思います。なので、まあ、ひょっとしたら、ね、明日ベンチ入りだったり、まあそあのー、スタメンとかもありうるのかなというところですが、まああのー、今後の、ね、ナルツ選手の出場機会にも期待をしたいなと。 で、さらにその会見で宮原選手宮原選手にも言及をしていて宮原選手はいろいろなものを乗り越えてというかなり含みを持った表現ですが、まあ、今後、もうそれを乗り越えたということなのであの出場機会を得る可能性がまあ高い、まあ、ほぼ確実みたいな話もあ,あるんですが。まあ、要は 出るでしょうとただ、それが明日の試合かっていうとまあ違うとは思うんですけれどもあのまあ出場機会は得る可能性が高いというところ、まあ、かなりもうコンディションも戻ってきているというところですね。で、やっぱり宮原選手もねグランパスにはなくてはならない選手ですしあの守備力、対人能力っていうのはやっぱりあの守備を。 を重視するフィカデンティ監督としてもあの重要な選手と位置づけてるんじゃないのかなというふうに思いますなのでね今後三原選手の復帰も非常に楽しみかなというふうに思いますで試合の展望なんですがまあ、やっぱり前節のガンバ戦というのが少し大引くとん特にやっぱり後半の戦い方はちょっとこう不安に今後に不安になるようなものだったかなとまあ、どうして 機能不全になってしまったのか、まあそれが一時的なものなのか、チームとしての根本的な問題点があるのかっていうのはちょっとわからないですが、やっぱりかなり一方的に攻め込まれた、で、かつあの逆転されたという展開というのは見ている方からしてもかなりショッキングだったと。で、中盤にね、かなり大きなスペースが空いてしまって、相手に自由を与えていたっていうことに対して、もうずーっと対応ができていなかった。 やっぱりそこはチームとしての意思統一っていうのができていなかったように見えました、まあ、あの中谷選手でしたかねあのコメントにもあったんですけどまさにその通りでディフェンスラインが上げるのか中盤が下げるのかっていうところですねディフェンスラインと中盤から前の選手との意識のずれっていうのがまあ如実に現れていたというところですね。まあ、攻めるのか 守るのかもそうですし、プレスをどこからかけるのかっていうところもそうですし試合中も、ね、しっかりコミュニケーションをとって、まあ、ピッチ内の意思統一もそうですしベンチとの意思統一もそうですししっかりと、あのー、一丸となって、ね、戦ってほしいなというふうに思います。 でそれはやっぱり守備のところでやっぱり意思の統一っていうのは非常に大事でやっぱりあのコンパクトにね陣形を保っていい距離感で守れていればグランパス、あまり大きなピンチを作られるということはないので。あのー そこはね、まずは陣形をしっかりと整える。まあ陣形を整えるというかね、コンパクトに保つというところですね。あのー、常にいい距離感で相手にプレッシャーをかけられるようにしたいというところですね。まあこのあたりは丸山選手だったり中谷選手というところがピッチを広く見られると思うので、しっかりと声をかけて、あのー、ライン設定の位置を見誤らずに、どこからプレスをかけて、どう奪うのか、どこで奪うのか、相手のボールの取りどころですね。でまあ、 相手に蹴らすのかとかと、まあ、しっかりとね相手を、あのー、追い込んでねそういった守備をしていかなければ、ね、いけないのかなというふうに思います。でまあ攻撃に関して言うとまあある程度チャンスは作れているようにも見えるのでやっぱり最後とか最後の1個手前みたいなパスのところを、まあ、もう少し丁寧にっていうふうにまあ やっぱり前に行けば行くほどかなり相手のプレッシャーもきつくなるので、まあ、これはグランパス側だけの問題ではないとは思うんですけどせっかくいいところまで行ったのに最後のところでずれるっていうところが、まあ、ちょっと多いのかなというところですね、まあ、この辺りも意思統一というかあの選手間の,あのちょっとした合う合わないっていうところだと思うのでやっぱり ここはね、あのー、明日こそビシッとあの決めてほしいかなというふうに思います。で、まあちょっと、 あのー、スタメンのところでも触れたんですが、やっぱりセンターフォワードの選手を孤立させないようにしたいですよね。あのー、サイドはサイド、なんか、真ん中は真ん中みたいな感じで、まあ、サイドはある程度単独で突破できる、まあ、スペースもあったり、あのー、そういう選手揃ってるので、ある程度はそれでいいのかな、1対1で勝負してっていうことでいいのかなと思うんですが、やっぱりセンターフォワードの選手には、 相手の一番強いあのセンターバックの選手が1人、2人とついてくると思うのでなかなかやっぱり1人で長時間キープっていうわけにはいかないですしましてや1人で突破というわけにはいかないとせっかくボールが入っても潰されてしまう出しどころがないっていうところがあるのであのやっぱりあの特に金崎選手に、ね、ボールが入ったときになかなかつなげないというシーンも多々あるので。まあ そこはしっかりとチームとしてフォローアップしていってほしいなというふうに思いますまあねそもそもやっぱり苦し紛れのボールロングボールを入れてっていうあんまりいいボールが入ってないっていうことも原因の一つだと思うんですがやっぱり周りのフォローがちょっと遅かったりあのいないっていう場面もあるように思えるので山崎選手だったりあの金崎選手だったり山崎選手がねあのせっかく前で体を張ってくれているのでねそこはしっかりとフォローしてあげたいなというところ。 で,す、ね、でまああと攻撃でいうとビルドアップですよねビルドアップをどうしていくのかっていうのがここ最近のグランパスの課題まあここ最近というか今期のグランパスの課題なのかなというふうに思いますやっぱりプレッシャーを前から人数かけられるとかなり苦しくなるあのちょっと見ていて危なっかしいシーンがかなり多くなるというところですねでまあ苦しくなってまあサイドに下げてそこから蹴るのかもうサイドも前詰まってると ゴールキーパーに戻してゴールキーパーロンキック蹴ってっていう風なんですがやっぱり苦しくなって相手がプレッシャー来てる中でゴールキーパーに戻して蹴るっていうとやっぱり攻撃につながる可能性っていうのはもう格段に低くなるあれだけプレッシャーもかかっていてあの戻しのボールもあの かなり強くて、で、ゴールキーパーに正確なボール蹴れっていうのはちょっと酷だと思うので、まあ、そもそもああいう状況を作らせないというのが一番かなと、まあ、ロングキックは、まあ、最低限のリスクマネジメントと考えれば別に悪いことではないんですが、やっぱりハイプレスかけられたときにどうするのかっていう対策っていうのがあんまりできてないように見えてしまう。やっぱり、うん、ハイプレスかけられたときに、 もうだったら早めにあの裏のサイドのスペースに蹴っちゃうとかあの余裕があるうちに蹴るなら蹴るなんか追い込まれて蹴るっていうのをそういう消極的な後、あのー、手に回ってではなくてもう蹴るんだという何、あのー、て言うんですかね開き直りというか思い切りもあって。 いいのかなそうすると逆に相手もあの前からプレスかけにくくなるでしょうしなんか中途半端につなごう中途半端って言っちゃうとあれですけどつなごうとしてつなげずに蹴るっていうのはちょっとあのー、バタバタするし結局相手のボールになってしまうかなというふうに で見えてしまうというとといころですねでやっぱりこれは後ろの選手だけでどうこうできる話ではなくて前の選手、まあ、ボランチだけではなくてねあのサイドハーフの選手センターフォワードの選手もやっぱりどうあのハイプレスかかった時にどう動くのかっていうことはチームとして 共有しておかないとなかなかうまくかいくぐるということはできないのかなと相手もリスクを背負って前から来てるのでグランパスもそれなりにしっかりと対策をしないとそれを上回ることはできないということなのかなというふうに思いますなのでまあこれ結構もうグランパスとしてはずっと課題として付きまとってるような気がするのでもうリーグもね後半戦に入って いるので、そろそろね、一つの回答というかね、一つの形が見たいなというふうに思います。まあそうしないと、やっぱこれからグランパスと戦う相手は、グランパス後ろで持った時はもう人数かけてプレスかけちゃえば、 最悪向こう蹴ってくるだけなのでボール拾えるぞってなっちゃうと思うので向こうはあまりリスクと思わずにプレスかけてくることになってしまうのでしっかりとそれを上回るねあの対応策っていうことを示しておかないと今後あの対戦チームあの輪をかけてプレスかけてくるということになると思うのでこの辺りでしっかりとね あのそういうあの策、まあ、一つでもいいと思うのでね、まあ、蹴るなら蹴るまあいなしてつないでいくっていうのも一つだと思うんですがまあそれが手詰まりというかねそれができなさそうな状況そもそもそういう状況にない場合もあると思うのでその場合も思い切って蹴るとかあの追い込まれて追い込まれてではなくて早め早めの先手先手の対応っていうのが見たいなというふうに思います。 でまあ、チームの意識として、まあ、守備から入るっていうのは分かるわかりますしまあ今期のグランパスの戦い方はそうなんだと思いますなので、まあ、それが基本になるということは別にいいとは思いますそれで、まあ、十分結果も出てきていますしねただやっぱりそれだけでは勝てないっていう試合が続いているっていうのも事実でやっぱり何て言うんですかねその悪循環点が奪われるからより あのー、意識が後ろに向いてしまってさらに攻められてっていうような感じになってしまってるんじゃないのかなというふうに思いますやっぱり守備に意識が行き過ぎてさらに攻められるっていうようなちょっと意識のところがねちょっとあのー、引き気味消極的になっているのかなっていうふうにも思いますねやっぱり攻撃で相手を押し込むことができればその分失点のリスクも減るでしょうしまあ あのー、守備の負担も減ると、まあ、そこはバランスだと思う。ずっと守ってるわけにもいかないですし、ずっと攻めてるわけにもいかないというところなので、90分チームとしてしっかり攻守がうまくバランス取れてやれるっていうのが理想だと思うので、攻守のバランスっていうのはうまくね、チームとして舵取りしてほしいなというふうに思います。そういった意味で攻守が表裏一体っていうのはまさにその通りなのかな。今はグランパスとして少し守,守備の方にね、意識が行き過ぎている。特にディフェンスライン。で、そこの、なんていうんですかね、攻守の バランスががチームととととししててててちょっっっずれてしまっているるうところがあるのかなと意識前に攻撃陣は前に行きたいのに後ろがちょっとついていってないその結果中盤が空くっていうようなでそのスペースを使われてっていうようなちょっとそういうところがあると思うのでこの辺りはやっぱりチーム全体としてねあのー、どのバランスで攻めるのか守るのかっていうのはうまくバランスをとってほしいなと思います。 でやっぱりそれはスコアが動いた時にまさにそうで1点取った時にグランパスが先制点を奪った時にどうするのか後ろとしては1点取った、やれやれこれであの失点をしないようにとちょっと後ろが硬くなるような気がするので、まあ、それも1つあるんですけどあの奪った後にすぐ奪われてはっていうのは分かるんですけどやっぱり時間帯によってはやっぱり追加点を奪う姿勢を見せてほしいなと。むしろその 試合終盤ならもう最後に1点で守りきる逃げ切るっていう戦い方もありだと思いますしそれは必要な戦術だと思うんですけれども序盤中盤にもかかわらず1点取って引くっていうのはむしろ、うん、失点のリスクを高めるだけなように思えるので1点取ってもやっぱりしっかりと追加点奪いに行くんだっていうことで相手に常に プレッシャーを与え続けたい、相手もそれは怖いですから、1点取られた後相手ももう1失点っていうのはあの重いと思うので、やっぱりそこで引くのではなくてね、あのー、もう1点取りに行くっていうような積極的な姿勢が見たいなというところですね、なのでそれはまあ攻撃だけではなくて、チーム全体ですね、攻守に積極的にいく姿勢っていうのを、明日は期待したいなというふうに思います。 はいで、明日はまあ前節あの停滞逆転負けを喫したということもありますし、やっぱり明日ホームで戦う試合勝利が求められる試合だと思います。勝ち点3が欲しい試合だと思います。で、チームとしてね。あの頑、ー、張戦からどのように切り替えて臨むかまあ中2日しかなくま。あどうやら1日は。 オフにしたようなのでまあ、基本的には準備期間は1日今日のみだったように思えるんですがまあ、どう望むのかまあ、準備というよりはどちらかというとまあ切り替えっていうところぐらいなんでしょうね。まあなののでチームとして、あのー 前節の敗戦を引き,ら引きずらずにねまた、あのー、この試合に臨むっていう姿勢が見たいですねやっぱりそれと、まあ、チームとしての、まあ、成長だったり将来がね感じられるような。 試合ちょっとあのー、今のグランパスの課題とかあの問題点というのは少しずつ見え始めているような気がするのでそこに対する対応だったりっていうところでちょっとチームとして成長が見られるといいなぁと思いますしねあとはやっぱりベンチワークも含めてあの勇気を持った戦いというかね将来を感じられるような戦いが見たいなというふうに思います、はい、そんなところで佐藤のラジオ第253回今回はこの辺りで失礼したいと思います。 最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。